お疲れ様です。ケリン一つチ,チャンネル一つです。明日から前橋が始まりますので、10、11、12、展開予想していきたいと思います。11レース予選の横綱はね、吉田裕樹登場ということになってます。前橋ドーム経理と、一周335メートルバンクとなっております。 直線が46.7メートルと、三3バンクにしては長いです。一着の決まり手、逃げ24まくり27差し49と、一着はね、三3らしいデータになっております。二着、逃げ23まくり13マーク40ということでね、どちらかというと、三3と400を足してね、二で割ったようなデータになっていると、ガチガチの三3バンクの特徴というほどではないです。ということなので、適度にね、水違いも出るということで、そして逃げ切りもあるということでね、 すすごく楽しめる競輪場じゃなないいいのかなという,ふうに思いますそれでは10レースメンバーを見ていきましょう。1番河野、2番フワ3番小林、4番佐藤、5番坂上、6番出沢、7番内田となっております。ラインを確認していきます。3、1、7と。3番の小林に1番の河野。 7番の内田がつけます。2番5番、2番の不安に、5番の坂上、4番の佐藤、6番の出沢は短期となっております。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。3番の小林、バック7回、ホーム4回、2ゲ抜き前決まり手が3、まくりが8、差しが0、マークが0と、まくり先行タイプと。 2番のフはバック3回ホーム2回、逃げの決まり手が1、まくりが2、差しが7、マークが2と、差、え、し、ー、まくり、そしてかましが打てるというね自在タイプということで、えー、2番のフは3番の小林、両方ともまくりタイプなんですけれども、まくり先行タイプとまくり差しということでね、えー、若干双方が違うということですね、えー。そして短期の4番の佐藤、バック0回ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません、差しが4のマークが3と、 まあここはもうね、えー、ライン、先手ラインに乗っていって直線強襲したいですよね。えー、6番の出沢、バック0回、ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが1、マークが0ということで、さあ、ここね3番の小林、2番の不和相手に自力を出すことができるのかどうかというところですね。えー、スタートなんですけれども、 うんまあ、一番のコーナーもいますしね、3、1、7が前受けするのかなと。そうしますと、二番、五番が、まあ、すかさずね、油断を取りますので、まあ、短期はとりあえず後ろね、まずは二番、五番にね、追走していくというような形になります。赤番前、二番、五番がインを切り逃きます。ここに四番、六番、短期の選手がずらっと切り替えてくるということですのでね、まあ、一応これで4対3みたいな形になるのかなと。あとは三番の小林が行くのか。そして三番の小林が行った時に二番の不安のね、飛びつきがないのかどうか。 ですよねコメントでは自力と出てますけれど、まあ、2分線でね3番1番7番出してしまったらまくれないんじゃないかということで、ねえー、私はこれね展開の流れではまあ不安の飛びつきっていうのもね、えー、多少は考えておいた方がいいのかなと思います。がが飛び出していくと2番5番が いいんで粘るののかか、えー、それとも4番手に引くのかというねまずは競りがなかったときは1番の河野でいいんじゃないかということでね、えー、3番の小林粘りに粘る7番の内田が突き抜ける、えー、2番の不和がまくりを呼んでくるということでね1から37に折り返しせ、ね、こちらがね、えー、まずは勝負とまあここ1312勝負ですかね、えー、そして2番の不和が自力とコメントでは出していながらね飛びついたときここはあ力の両立に 番、3番というところ、ね、しっかりと小林の折り返しを狙って、えー、5番の坂上がラインうまく追走してなだれ込む、もしくは7番の内田がね、はい、3番手、えー、しっかりとね、追走して、そこからの直線勝負ということで、2位から3、5、7折り返し、こちらの方で抑えていきたいと思います。まあ、軽くですよね、えー。そして100円車券ということでね、4番の佐藤のね、差し足がうなりを上げたとき、まあ、 4番から、1、2、3、つけていきたいと思います。さあ、続きまして、予選の横綱が登場する11レース、メンバーを見ていきましょう。1番、金子。2番、武井。3番、後藤。4番、吉田。5番、松尾。6番、真原。7番、吉田となっております。ラインを確認していきます。4番、1番。4番の吉田に、1番の金子。 2番6番、2番の武井に6番の真原、735、7番の吉田に3番の後藤、5番の松尾ということで、ね、中部近畿連携となっております。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。4番の吉田、バック10回、ホーム7回、逃げの決まり手が6まくりが6差しが0、マークが1とね、S 級に上がっても大暴れしておりますけど、若干ね、うん、バック が減ってきてホームも減ってきてるっていうのが気になります、えー、できれば吉田裕樹ほどのねテンの差異があるのであればまったくね15回前後はね欲しいところかなと思いますここもまくり先行で戦います 2番の竹井、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが2のマークが4ということでね、えー、もうここは自在戦ということなので、さすがにね、吉田相手に自力というのはしんどいでしょうから、4番、1番、ここのね、後ろをしっかりとね、狙っていけるかどうか。えー、ひょっとすると4番の仕掛けで1番の金子がね、ちぎれているということも考えられますので、すっぽりはまるということもね、多少は考えておいた方がいいかなと。 7番の吉田、バック11回、ホーム15回、逃げの決まり手が5、まくりが1、差しが0、マークが0と、えー、先行まくりで戦ってるんですけれど、残念ながら後ろが近畿勢じゃないんですよね。えー、そして3番の後藤の方が、飛び道具がないんですね。まくりがないということになっておりませんね。7番の吉田が逃げて、ま、え、く、ー、ってくる、ね、吉田勇気を3番の後藤でブロックできるのかというと、ちょっと厳しいかなという、ねえー、気がします。 もうここはね、1番の金子がいますので、4番1番がしっかりとね、スタートを取ると。2番6番が中断、735が後方から。で、735がしっかりイン切らないと、41がこのまま突っ張りますの、ね、で、4番1番、2番6番というところでね、もうこのあたりで車検ができてしまうと。とりあえずね、後ろに一旦後方に置かないといけないということで、しっかりと赤番前、735がインを切る。2番6番が切り替えて4、41と。 この体勢に持っていかないとダメですよね。あとは、ジャンの合図と共に4番発進。この時に1番の金子が切れるのかどうか。ポイント、ここだけですね。ポイントはここだけです。ということになりますね。まあもちろんね、ここは予選の横綱。G3 走らしてもね、しっかりと勝ち負けできる4番の吉田からいきます。ここはもう、いつもは必ずね、裏表買うんですけれども、ここは頭、鉄板でいきましょう。まずは、ラインマークしている1番の金子。 2番の竹井がうまく3番で取っていれば、要は4番ね、4番の吉田が突っ張った時ね、ここ十分あるんじゃないかと。そして7番、3番、5番でしっかりとね、インを切って、 4番とのね、先行争いあったときに、後ろの金子がちぎれてくれれば、4番、7番、3番というね、対列になりますので、まあ、多少4番と7番で間隔空いてると思いますので、まずは7番が第2先行になると見たんで、4番が先に逃げ切って、7番を3番がかわすということでね、4番、3番。そしてね、かわせなかったとき、7番の吉田が粘りに粘ったときということで、4から1、2、3、7、で全取りということでね、こちらの方勝負したいと思います。 で入ってくれると儲けがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれどね、えー、硬すぎた11レースなんですけれども12レース特選の方もね、えー、かなりガチガチじゃないかなと思いますメンバーを見ましょう1番小原2番鈴木3番長島4番三谷5番増木6番村田7番武田となっておりますラインを確認していきます1番2番1番の小原に2番の鈴木537 5番のマスギに3番の長島、7番の武田が回ります。4番6番、4番の三谷に6番の村田ということで、2対3対2、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。1番の小原、バック3回、ホーム4回、2弦の決まり手がにそれ以外はついておりませんと。えー、ここ、マスギを後方に回すような展開、1番の小原のかましが決まれば、波乱含みの一戦になります。 5番のマスギ、バック19回、ホーム20回、逃げの決まり手が10、まくりが5、差しが0、マークが0、先行まくり、ここが逃げてしまえば3番長島でしょうがないと。 4番の三谷、バック4回、ホーム3回、逃げのまり手が2、まくりが4、差しが1、マークが1と、まくり先行タイプです。若干ね、一時に比べるとどうなんでしょう、体調が戻っていってるのかどうかというね、部分がありますけれど、この人のね、まくり足っていうのもね、ば、ま、っ、あ、こう,いう足を出していきますので、スプリンタータイプというよりは、まあ、地足タイプえ、ぐん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 ね、えこう、踏めば踏むほどかかっていくというタイプなんで、ちょっと前橋のドーム競輪とは、 相性が、ね、悪いいいいんじゃななのかなとううふうに思います、えー、スタートは1番の大原取るのかということで、ね、1番2番が取るのか537が取るのかどっちかですね、えー、まずは1番2番53746と考えましたそして赤番前ですよね4番6番がしっかりインを切りに行くいこれ中段取りですうちでもいいぞ来てくれということですね、えー、53712とねまあやっぱりここはね まあ次3にないんですしね、えー、行くでしょうということで、えー、537発進と、4番6がしっかり中段をキープ、1番2番は後方からのまくる展開となりましたので、まあこうなればね、長島から狙っていくと。えー、そして、ナなの方お待たせしました。ということでね、そんなことはないと。えー、ここはね、はい、大原のね、先行だとなった時は、アナたの味方、えー、2番の鈴木がね、えー、しっかりと差し足を出してくるということで。そして、 大穴ね小原がまさか残ったって、ね、えここもね、しっかりと、えー、100円車検で狙っていきたいと。まずは3番の長島から、5番の増木、7番の武田、ラインの前後をつけて、そこに2番の鈴木がコース見つけて突っ込んでくる。3から5、7に折り返し、ね、こちらが本線ですえ。そして2番の鈴木ね、1番の小原が逃げてくれた時ですよね。この時は5番の増木と4番の三谷、今くるよね。狙って、2番から5、4というところ。 えー、まさかの小原が1着取ったとかね、レンに絡んできたという時きに、まあ、ラインですので2番の鈴木と3番の長島をつけて1から2、3ということで、まあこちらはね、えー、少しでいいかなという形で、まあ本戦はね、マスギがいてるだけにね、3番の長島でいけると、えー、問題はマスギが粘りに粘れるのか、それともね、7番の武田で突き抜けるのか、えー、まあラインボックスが濃厚なのかというところ、このあたりをね、えー、まあ初日の特選は見ていきたいと。まあということなので、えー 今回のね、まあ11レース、12レースっていうのはガチガチじゃないかなということで、えー、本命党の皆さんお待たせしましたということでね、明日本命党の方がニヤッと笑うレースが続くんじゃないかなと思います。私の出番は準優行こうかということでね、えー、まあしっかりと明日の前橋観察していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。